はい、どうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。とってもチャーミングなマリサちゃんだぜ。今回はブリーチから、勝つためなら手段を選ばない切れ者、狂楽春水の作中の活躍について見ていきたいと思います。狂楽は戦いを好まないタイプで、仕事などもサボりがちで、女と酒が好きな性格です。いつもひょうひょうとしているので何を考えているのかわかりにくい人物でしたが、実は思慮深いところがあり、作中では物事を冷静に判断するなどして大きな活躍を見せていましたので、早速見ていきましょう。よろしくお願いします。ソウルソサエキ編。イチゴに死神の力を譲渡した朽木ルキアが、人間に死神の力を譲渡した罪により処刑されることが決定。ルキアを救出するためソウルソサエティに旅客が侵入してきたため、護衛13隊はイチゴたちを旅客として総員で迎え撃ちます。狂楽は旅客の一人であるチャドが近くに来たため、大人のメンツを潰されたくなかった山爺の命令により仕方なくチャドの前に立ちふさがります。やる気なさそうだな。花びらを回せながら登場した狂楽は名を名乗り、七尾ちゃんとの花びらコントを披露した後、チャドを仲良く酒でも飲もうと説得させて戦いを避けるよう仕向けていました。チャドは見た目おっさんだけど未成年だし飲ませるなよ。デス型の隊長格たちもイチゴたちを狙っていることを聞いたチャドは、仲間たちの身の危険を感じ先へ急ぐことを決断したため、狂楽に攻撃を仕掛けてきました。ですがこれを狂楽は片手で弾き飛ばし、続けて攻撃を放ってくるチャドの霊力をかわしまくり、格の違いを見せていきます。狂楽はチャドの攻撃が消耗限界を超えても命を削って出し続けられる技だと察したため、これ以上戦うのをやめるように命じていました。しかしイチゴのために命を懸けて戦う覚悟を見せたチャドに、狂楽はその覚悟を認め、仕方なく刀を抜き、チャドの本気の一撃が放たれようとした瞬間、目にも止まらぬ速さでチャドに人たち浴びせ、視界すらしていない残白刀で勝利しました。チャドの霊圧が。しかしチャドが最後に放った攻撃は凄まじく、まともに食らったらヤバかったと評していました。その後は七尾ちゃんが現れ、アイゼンが死んだことを聞き、チャドにとどめを刺そうとする七尾ちゃんを止めた後、双極の丘にてルキアの死刑が始まり、ルキアの処刑を疑問に感じていた狂楽は、打った毛とともに双極を破壊し始めていきました。四方院家の道具を使い難なく双極を破壊した後は、山爺の命令に反した行動であったため、自身らを処断すべく現れた山爺が目の前に立ちふさがります。山爺の攻撃から周囲を巻き込まないようにするため、その場はイチゴや夜市に任せ、場所を移した後は怒り狂ってる山爺と戦うことになりますが、山爺の圧に耐えられなくなった七尾ちゃんを避難させていました。そして山爺と戦う気はなかった狂楽と浮竹は戦いをやめるよう懇願しますが、山爺が仕返してきたため仕方なく狂楽も仕返し、浮竹と共に炎に囲まれながら戦いを始めていきました。しかし一連の騒動が全てアイゼン宗助の謀略であったと判明したため、山爺とは和解、すぐさまアイゼンのいる双極の丘に向かいましたが、ウェコムンドに逃げられてしまいました。アランカル編。狂楽は他の隊長格と共にカラクラ町に現れたアイゼンたちとの決戦に臨みます。狂楽はコヨーテスタークと戦うことになり、序盤は刀一本で戦っていましたが、スタークに二刀流であることがバレてしまい、間合いを調節して戦い続けるも難なくかわされてしまいます。そのため二本目の刀を抜き、戦いを続行していきました。その後は互角の差し合いが続き、スタークがアランカルの中でもトップであるプリメイラであることが発覚。そしてスタークが他の隊長たちの挽回を見て、狂楽の挽回に興味を示してきたため、狂楽に本気を出させるためにスタークはレスレクシオンを発動して応戦してきました。対する狂楽も視界を解放して応戦します。狂楽はスタークがリリネットと揉めてる隙を突き、攻撃を仕掛けていきましたが、セロを放たれかわされてしまいます。さらに狂楽の挽回を意地でも見たいスタークは、セロを込めた銃を何発も連続で放っていき、狂楽はピンチとなっていましたが、浮竹に助けられ、なんとかその場をしのいでいました。そしてお互いに一歩も譲らない激戦を繰り広げていたところ、ワンダーワイスが現れ、不意をつかれた浮竹が致命傷を負ってしまいます。そのため狂楽はワンダーワイスを先に始末しようとしますが、その隙をスタークに突かれてしまい、セロをもろに受けてしまいました。さすがの狂楽も浮竹がやられると冷静さを欠くのか。その後はバイザードが現れ、死んだふりをしていたところ、ヤドウマルリサに踏みつぶされて起こされ、さらに顔面に蹴りを入れられていました。狂楽らしい感動の再会だね。
そしてスタークとの戦闘は相変わらずと大鳥橋老十郎が戦闘を引き継ぐことになり、彼らとスタークの戦闘中に息を潜め体力を回復した後、隙を伺って乱入し影鬼の能力を駆使してスタークの背後から刀を突き刺していました。そして色鬼の能力を最大限に活かすため、隊長羽織を身代わりにし、黒を指定してスタークに大ダメージを与え、冷静に勝利を収めていました。この時他人の戦いに横槍を入れる遊戯のなさに苦言を呈する相川に対し、遊戯によって勝ちを捨てるのは三下のすること、隊長はそんな悠長なこと言ってらんない。貸しがあろうが借りがあろうが戦争なんて始めた瞬間から、どっちも悪だよと語っていました。凶楽の戦いに対するシビアな考えが感じられますな。その後はエスパーダたちをかっこ撃破した隊長たちと共にアイゼンと戦うことになります。凶楽は東四郎と話しているさなかのアイゼンを狙うもかわされてしまいますが、他の隊長たちとの連携によってアイゼンの背後から刀を突き刺すことに成功し、東四郎と平子の連携によってアイゼンに致命傷を与え勝利したかに思われましたが、アイゼンの強化水月の完全催眠により、ひなもりが犠牲になってしまい、他の隊長たちと共に切られてしまい戦闘不能となってしまいました。カラクラ町での決戦後は隊長羽織をなくしたことで兄様やケンパチと共に山爺に怒鳴られており、隊長羽織が何のためにあるのかを問われた際には、おしゃれと凶楽は答えていたため、さらに山爺の怒りを買ってしまいました。千年決戦編、万全来妃が精霊帝を襲撃。凶楽はシュテルンリッターの一員であるロバート・アキュトロンと交戦になります。各地でクインシーと戦闘中の隊長たちのうち数名が挽回の能力を奪われたという情報に動揺し、自身は挽回こそ奪われなかったものの、ロバートの攻撃で右目を失ってしまいました。時を同じくして全力を出して戦闘態勢に入った山爺にこぶされ反撃に転じていきましたが、その後ユーハバッハとの決戦にて山爺が敗北して死亡したことを察知すると、恩師の死に再び激しく動揺した凶楽は、その隙を突かれ攻撃を受け敗北していました。クインシーたちが撤退後は凶楽はなんとか無事に生き延び、山爺が亡くなって荒れている隊長たちを沈め、意気消沈の中集った隊長たちに、後帝十三隊は死人を傷んだり壊れたソウルソサエテを思って泣くためにあるんじゃない。ソウルソサエテを守るためにあるんだ。前を向こうじゃないの。僕らは後帝十三隊だろうと述べ、隊長たちを鼓舞していました。山爺の意思を汲んで後帝十三隊の本分を解くとかかっこよすぎるだろ。そしてゼロ番隊と出会った後は、山本元流祭の後任として一番隊隊長及び後帝十三隊総隊長に就任。本人は勘弁してよと半ば嫌がりながらでしたが任命されたのでした。山爺の空いたでっかい穴埋めるのは相当骨が折れるだろうな。そして中央市十六室に向かい七尾ちゃんとお聞き場三席を一番隊の副隊長にするよう懇願し、そして座楽剣八に残術を教えると告げていました。四十六室からはもう反対を受けていましたが、このままではソウルソサエテが次の進行に耐えられないため、自分の身は自分で守るのかと問うと、反論する余地がなくなったため、凶楽は座楽の剣術を完成させるため、宇野花列に依頼していました。そしてイチゴが下手すると現世に戻ってこれなくなる事態になった時のために、現世にいるイチゴのクラスメイトたちにそのことを伝達し、いつでもソウルソサエテに入れるようにとソウルチケットを手渡し、イチゴたちの家族にも渡していたようでした。気配り半端ねえな。今できる限りのことをやり終え、やがて迎えた二度目の進行では、ハッシュバルトと遭遇し戦闘になるかと思われましたが、互いに他のメンバーたちの戦いを見守っていました。ハッシュバルトが去った後は中央市十六室へと向かい、地下監獄最下層無権から特例的にアイゼン宗助を解放していました。凶楽はかつてない世界の危機を乗り越えるため、敵対関係であったアイゼンすらも利用すべく市十六室に交渉。アイゼンの拘束を3箇所解放する条件として、自らの心臓に無限の鍵を埋め込むことを要求されたのでした。覚悟が半端ないな。そして拘束具に座らせアイゼンを外に出すと、隊員からの反感はあったものの、凶楽はメンツじゃ世界は守れない。悪を倒すのに悪を利用することを僕は悪だとは思わないと告げ、一時的ながら後帝十三隊との協力関係を形成させていました。もうすでに山爺さながらの威圧感を放ってますな。その後は霊王宮へと向かったユーハバッハを追い、隊長閣を連れて突入します。しかし隊長閣たちが次々と何者かにやられたため、凶楽は次の手を打つべく下天胸骨の能力を使ってリジェバロの前に姿を現し戦うことになります。司会して能力を駆使したトリッキーな戦法でリジェを翻弄。
冷圧を凝縮させその場に置くことにより、漂う冷圧の残滓を凶楽本人であると錯覚させます。そして凶楽の冷圧に欺かれたリジェが単純な技能を見誤ることなどありえないと吐き捨てたのに対し、僕を誰だと思ってんの、御帝十三隊総隊長凶楽春水だよと告げ、自分ならこれくらいはできて当然だと、新たな総隊長としての実力と威厳を示していました。その後も加点胸骨の能力でリジェを翻弄し続けていきますが、クインシー・フォルシュテンディッチを解放したリジェの攻撃を全身に食らってしまいます。フォルシュテンディッチの解放によりあらゆる攻撃を無効化し、さらに全てを貫通するエクサクシスを持つという攻防ともに隙がない強敵を前に逃げ続け、軌道を使うもダメージは与えられなかったため、そう離れていない場所にいるイセナナオを巻き込む可能性があることを憂いながらもついに挽回を発動。加点胸骨から待つ神獣による回避不能の一撃によってリジェを撃破し、お花の膝枕で安らぎを得ていました。羨ましい。リジェは致命傷には至らず、さらに異様の姿となって復活。リジェの攻撃によって凶楽は深手を負ってしまい、お花から逃げるよう提案され気を失いかけていたところ、七尾ちゃんに起こされ、母上との約束なんて今は忘れてくださいと言われたことで、加点胸骨の能力で七尾と共に影の中に逃れ、一時戦闘を離脱していました。そこで七尾には兆しである胸骨は、遺跡に代々継承されている残白刀を隠すために後天的に作られた存在であると語ります。伊勢一族の残白刀真剣八丁剣が災いを呼び、遺跡に入った男たちが創生してしまうという呪いを信じた七尾の母が、凶楽に八丁剣を隠すよう依頼したのが発端でした。ほうほう。そして凶楽の兄と七尾の母は夫婦であり、凶楽から見て伊勢七尾は命に当たることが発覚。七尾の養親はすでに孤人であり、七尾が幼い頃に伊勢家の呪いにより凶楽の兄は床に伏せて亡くなり、七尾の母は呪いの根源である真剣八丁剣を凶楽に託した後で人為紛失の罪で処刑されました。マジか。また凶楽が身につけている女物の着物は亡くなった七尾の母のものであり、かんざしに至っては兄夫婦のものを一本ずつ受け取っていました。それらの品はある意味で遺品になりましたが、凶楽は重苦しいのは苦手なのに、みんな僕に一番大事なものを預けていってしまうと独白しており、凶楽はかんざしや着物を受け継ぎ伊勢家の呪いの発端である厄介な代物の陣に、さらに大切な兄夫婦の娘である七尾を守る役目を負っていました。それであんなに派手な格好なのか、本当にいろんなものを託されたんだな。そして凶楽は七尾が母との約束に言及したことで驚いた顔をしており、この段階で初めて七尾が全てを知っていたのだと気づいたのでした。七尾に八丁剣の存在を知られて返還すると、その剣をもう一度預かるなんてごめんなんだ、七尾ちゃん、僕の肩を軽くしてくれ、僕に君を守らせてくれと、剣を使っての戦いに不慣れな七尾を全力でサポートしました。これまであらゆる攻撃を無効化してきたリジェは神に近しい存在になっていましたが、冷静さを欠き二人まとめて始末しようとしたリジェは、広範囲を消し飛ばすトロンペーテを放っていました。しかし見事に凶楽に支えられた七尾の八丁剣で跳ね返されてしまい敗北。そして凶楽は七尾と共にリジェを撃破することに成功しましたが、傷が深かったために倒れてしまい戦線離脱となりました。決戦後は八番隊隊長としての自身の後任にかつての部下だったリサを復帰させ、イサネとイバを隊長に昇進させており、10年後にはルキアを13番隊隊長に任命し、浮竹の墓参りをしていました。極意命名編。凶楽は魂葬霊祭が行われた際にとある迷信を口にしていました。隊長クラスである3頭以上の霊士はどうやったってソウルソサエティの大地には帰れないこと。さらに魂葬霊祭の本当の意味がこの儀式で死んだ隊長たちを地獄に落とすという、恐ろしいことを語っていました。以上になります。いかがでしたでしょうか。序盤は適当なおっさんだなーって思ってたけど、山爺が死んで総隊長となってからは勝利のためにやれることを全てやりきり、総隊長として隊長格たちをまとめ上げ素晴らしい活躍を見せてくれたね。勝ちに徹した言葉や御帝十三隊の本質をついた言葉、そして総隊長になってからの威厳を示したセリフなど、名言の多い魅力的なイケオジキャラでもありましたね。山爺の空いた穴を埋めるのは相当苦労したと思いますが、今はそれに見合う頼れる総隊長となりました。今回はここまでにしましょう。ここまでご視聴ありがとうございました。またの動画で会いましょう。ゆっくりしていってね。